どうもこんばんは、フォーマーです。前回ではですね、東山道線、ついに、旅客列車に加えて貨物列車も走り出したという回でした。で、それから、時は経ち、2018年の12月の21日ぐらいになりました。年末ですね。で、ほら見てくださいよ。一応資材が溜まってきたんですよ。だからなんか一個建てようかなと。何がいいかな。本当はこうビルボーンとか建てるべきなんでしょうけど、やっぱちょっと本社建ててみたいですよね。なんで本社って儲かるのかな。儲かんないの建てても仕方ないの。まあ建てれる限りのいいやつを建てようかなと思います。よ、建てれるね。お金もあるね。本社建てようかな。じゃあ本社で。もう相変わらずここは4線でなんとかする気満々で建てていこうと思います。では立ってください。資材不足。資材めっちゃいるんだね。600？ 全然足らんや。本社はもう後々でいいかな。600か。1個8だから。8188、8678、120。ほら、1個125ぐらいで。全然足らないね。すごいね。本社ってそんなに高いんだね。あ、じゃあもう超高層ビルとかにしようかな。超高層ビルもそこそこいると思うんだけどね。例えば？ほら、803とかいるじゃん。あ、そうか。一気にいらないのか。なるほどね。どうしようかな。ちょっとじゃあ、今年は諦めよう。お金もないし。ちょっと建てれるとこは建てていこうかね。コンビニとか建てようよね、ここら辺もね、街になっちゃう前に。ここいいね、資材集まってるし、ここも。やっぱ資材工場から近いと集まるもんだね。どうしようかな。この駅ちょっと大きくするかもだから、建てとこうか。もうすでにさ、これなんか市場かなんか建ってるよ。建ってんの買収しようかね。じゃあ、コンビニいただきます。赤字だけど、将来黒字になるでしょう。ちょっとずつね。あんまり期待してないから。あ、いいじゃん、トランクルームだ。儲かるんじゃない。買収この程度かな。一駅一個ずつぐらいでいいんじゃない。ここはたまんないしね、全然資材。こことか大きな駅になりそうだもんね。なんか建てとくか。とかちゃんと区画整備しとかないと中央無人に立って変なことになっちゃいそうだね。というわけで、何本でいいかな。ちょっとちゃんと幅を取ろう。で、資材はないんだよね、ここ。残念。保護区で幅を取っておこう。あ、ここ山かなんかあるのか。ややこいね。どう山があるの、ここ。あ、そういうこと。駅前に山があるの。やめろよ。ということはこうしてだね。こうですかね。こうしよう。変なの。他なんかいじっておくべきとこあるかな。そんなにお金ないんだね。なんなら借金さっさ返したいんだよね。利息がついちゃうからね。ついてるからね。もう借りたからにはね、有効に使いたいけどね。ここら辺とかもね。あ、このコンビニいいじゃん。買っとこう。儲かるんじゃない。
フォーマー鉄道、オリジナルのね、なんかコンビニなんじゃない？でちょっとお金かかるからあれだけど、でも800とかいるから資材工場、資材置き場めっちゃ作っとこうかね。勲章躍進、資材工場。だから来年はもう本社を建てるが目標だよね、多分。はい、というわけで、1個で125ぐらいだから、5個建てれば600なのか。今しまった。今1234か、4でいっぱいになってないから、最大800を立てたいと思えば、あと2つでいいのか。であとは貨物列車が頑張って持ってきてくれるのに期待しましょうというね。これでいいんじゃない？よしよし、とてもよい。じゃあこれで、今年は終わらせていただきましょう。一応12月31日で止まるようになってるんで、見ていきたいと思います。レッツゴー。はい、というわけで来ましたよ、決算前日の停止機能により停止しましたと、クリックで再開しますと。ちょっと止めておこうかね。ですよですよ。でどうなったかというと、今年はまだ確定じゃないんだよね。だから確定するまでちょっと進めてみようかね。特にやり残しはないので、はい、今年度、今期黒字決算。黒字決算なの？あれ？黒字なの？え？おかしいなぁ。すんごい、すんごい赤字だと思うんだけどな。あれ？ちょっと、知らない。フォーマーの知らない仕様がなんかあるぞ。どこどこ？どこを見たら黒字なんだ？ちょっとよくわかんないなぁ。あ、でも法人税かかってないね。0円って書いてあるね。よくわかんない。ちょっと仕様がよくわかりませんね。とりあえず、鉄道の売り上げが24億に対して鉄道の費用が、1400億円と。まあそれはね、本線1個作ったんだからそんだけ赤字になるよね。だから1300何十億円の赤字でしたと。トラックももう必要経費だと思うよ。費用の方がかかってる。資材工場も当然かかってる。もうめちゃめちゃ作ったもんね、資材置き場もね。で電力会社は、電力会社はちょっと苦労が出てるんだね。で子会社がすごい儲けてるわけでもない。あ、いやそうか、ああ儲けてくれてるね。引っ張ってくれてるのはやっぱ子会社だね。子会社はコンビニそこそこ買ってこれだからね。まあそっか、コンビニは割がいいだけであって、特にこうなんていうの、めっちゃ儲かるってわけじゃないからね、で利息がちょっとかかってるよと。まあ仕方ない。まあそういうわけで2053億円の赤字のはずなんだけどね、どういうわけだろうね。黒字だったって言ってたね。よくわかんない。はい、というわけで2年目頑張っていこうと思うんですが、2年目ももうほぼ待ちだよね。資材がたまったら本社を建ててビルを建ててぐらいだと思っています。というわけで、ご視聴ありがとうございました。コメント等いただけるととても励みになりますので、よろしくお願いします。それでは。はい、というわけで、皆さん、こんばんは、こんにちは。皆さん、こんばんは、こんにちは、フォーマーです。新年を迎えまして、明けましておめでとうございますというのはゲームの中の話です。前回、決算を終えまして、まあ、いろいろ作ったから当然赤字だよねっていう結果になりました。で、もう今年はいろいろ作ったし、待ちだねっていう話をしてたんですけど、これですよ、これ。たった1両のために DF200 走らせてんのもったいなくねっていうご指摘を受けました。冷静に考えればそんな気がします。あと、
まあ時間進めていけば分かることではあったんですけど、ここね、ここ貨物全く下ろすようにしてないから、せっかくの終着駅なのに全然発展しないんだよ街が。だからちょっとこっちも合わせて対策していこうと思います。はい、というわけでフォーマーです。どうしたかというとですね、こっち貨物の駅の方で、なんとですよ、フォーマーまた10両の貨物を買っちゃいました。だから過剰なんだってっていう感じです。はい、それを、先ほどまで1両ちまちま引いててもったいなかった DF200 くんに引かせまして、でこの、終点の駅の方で降ろすと、この短い距離だけでも一応ちょっと収入を得ようという作戦です。本当はね、一回出て戻ってきて同じ駅に降ろすだけでも、駅に一番近いのは資材置き場じゃなくて資材工場なんで、こっちから資材を取ってくれて、で資材工場に、資材、売り戻すわけにはいかないんで、資材工場、資材置き場の方に戻してくれるっていう算段なんですけど、同じ駅に返したんじゃ、収入が得られないんで、あえてちょっと離れたところで資材を置くようにしています。どうなってんだろうね、ホームでフォークリフトかなんかで下ろしてんのかな。もうエレシアの世界面白いからね、そういうこともあるんでしょう。で、片や今まで DF200 がちまちまやっていた方なんですが、あ、いない、もう働いてるな、どこ走ってんだ。あ、こんな感じね、こんな感じで、あ、どっか行っちゃった時間進めたらどっか行ってしまった。はい、こんな感じで、貨客混載になってます、言い方よねはい、ちょっと見た目はこんなんですけど、イメージは昔ヤマトの宣伝で TOKIO が、京福電鉄ランデンでやってたイメージです。今溢れ出す、そう、なんだっけ、場所に届けるんじゃない、人に届けるんだって言ってかっこいい CM がありますので、ぜひ皆さんご覧ください。そのイメージでこんな風にやってみました。はい、これで時間飛ばせばいいんじゃないかな。うん、ちょっと一部駅通過してますけど、路面電車だからね、降りる人が偶然いなかったのかもしれないよね。ねえ、コティ1両ぐらい路面電車でも引っ張れるんですよそんなことはないと思うけどね。はい、というわけでどうなるのか見ていきますかね。皆さん、もう一つちょっとよろしくないことに気づいてしまいました。何かというとですね、こちらエネルギー情報なんですけど、もう電力の供給率が 100% を下回ってるんですよ。これからバンバン進化していきたいって言ってるのにこれはまずいと。でちょうどこの DF200 でバンバンここに資材、溜まっていく算段となりましたので、こちらの方にちょっと発電所を作ってみようかなと思います。川向こうならね、いいんじゃないかなと思います。完全にここ水力発電のロケーションだけどね、そういうことにしようかなんかね、綺麗にダムを作る方法みたいなのあったんだけどね、ちょっとフォーマーそういうことできないんで、まあ、普通にここは温泉地で地熱発電ってことにしようかなと思います。地熱発電作るにはどうすればいいんだっけ。発電所がこれか、地熱がこれだね。524億で、280ね、280ですか。はい、ちょっとやってみましょう。280ですか1個125だから、125じゃない、128なんか、128、128であとちょっとか。他のとこからも供給できると考えて2つだけ建てようかね。ごめんね畑、よいしょと、2つ建てましたと。よし、これで溜まるのを待とう。はい、というわけで見ての通り資材こんもり溜まってきました。では
発電所建てちゃいましょうかね。発電所、これだね、地熱発電所。建つかな。入れよ。ダメだ。こっちだったらどうだろう。ここだったら資材置き場2つ分使えるからいけるんじゃないかな。レッツゴー。無理。残念。どこだっけ資材置き場。低すぎるんだ、位置が。ああ、なるほどね。ってことは、もうちょっと置かせないとダメだね。視野32で32だから128、128で256。で、32だからこれでいいんだ。280はこれで達成できるね。やってみよう。ああ、もうできたね。早いね。さすが10だね。はい、というわけで地熱発電所入れよう。おお、できたね。はい、ですかさず資材置き場は削除しちゃいます。お金かかるからね、維持費がね。これは記念に行ったとこかな。で、今まで電力が足りなかった関係であちこちで資材溜まってるんじゃないかな。建物を建てようにもね、電気がなかったはずだからね。見てみようかな。溜まってるね、いい感じで。ちょっとじゃあなんか物件買おうかな。いや、でもお金ないんだよな。悩ましい。もう一個ぐらい買っとくか。この市場買ってみる。赤字だけど、まあいつか黒字になるでしょう。買収。フォーマー鉄道朝市ね。フォーマルシェじゃないかな。ツバメマルシェ的な。的な住宅が建ってる程度だね。あ、なんか立ち始めたね。なんだこれ、蕎麦屋か。フォーマ蕎麦屋。いいんじゃない、買っとこう。よし、フォーマ蕎麦屋。なんか桃鉄的な遊び方になってるよね、こうやって遊ぶと。ちょっと待ってね、本社建てるお金なくなっちゃうからやめろよね。よし、ちょっと中断。